い。お願いします。剣道の修行の過程においては、最初は不行不屈の気概を持って骨身を惜しまない、技を十分出し尽くして稽古することが大事なことであります。さらには進んでくると、技を出す前にいわゆる心の働き、心の修行をどうするかを考えなければなりません。私は稽古の上においては、何人といえども妥協をしない信念のもとにやってまいりました。このことは今後ともこれを貫く。